はにゃーん。鉄人28匹ギコと。またありしていってね。シーです。今回は私ってブスだよねって言われた時にうまく返すスレをまとめて紹介するよ。ブス、私ってブスだよね。一番うまく返したやつが優勝。人間は顔じゃないよ。顔が人間じゃないよ。1あってのに優勝。大丈夫、1よりはマシだよ。1、こんな気持ち悪い俺でも1点だぜ。リアル俺、そうなんだ。でもタイプってあるじゃん。自覚できるのは素晴らしいことだよ。尊敬しちゃうね。穴があれば何でもいいからまた開け。見られなくはないよ。袋かぶれば大丈夫だよ。世の中にはいろんな趣味の人がいるから大丈夫だよ。ソフマップの中では美人だぞ。え？俺に聞いてんの？鏡は真実を語ってくれるよ。そうだね、君がいると周りの女が輝いて見えるよ。ブス戦俺、ブスの方が好き。宇宙人にモテそうだね。俺はタイプの顔だよ。が正解。ブスだね、その気持ちがブスだね。女の子はみんな可愛いの。笑ってみて。ほら、あ、やっぱブスだわ。10段階で4個ぐらいだね。自分のことを理解しているという点において君は賢いと言える。自分の顔ブスすぎてやばい。ブッサイクですね。死ね。好き。何これ。実際これ言うやつって何を求めてるんだ。そんなことないよと言ってほしい。だからブス前提で話を進めるのが正しい回答。君がブスなら世界に美人なんていないよ。って言ったら嬉し泣きされたことあるわ。ブスでいいから付き合ってくれ。やらせるブスが一番モテるんだぜ。マニアはどこにでもいるから。ゴリラの中ではトップクラス。諦める努力をするなら頑張る努力をしろ。まあでもブスの方がとっつきやすいし。ほーんって、いちいち同意求めんな。諦めろ。探せばもっとブスもいるよ。にっこり。ハードル低いから初心者には人気だよ。それってあなたの感想ですよね。そんなことより昨日のことなんだけどさ。仕方のないことだし、うじうじすんなよ。鎌倉までは美人だった。お尻は美人だよ。案外に似てるよ。ブスに対してうまくフォローしてやるメリットがない。はい、完全論破。だってさ、横の人に振る。後ろ姿は美人じゃん。答えは沈黙。お前のこと好きだよ俺。俺の脳内経験則によればこれで 100% 落とせる。ゴミ収集者かよ。童貞だからな。ゴミでも拾わないと。本当のブスはあんなこと言わん。実はそんなこと思ってないでしょうとかいう究極の先延ばしがまだ出ないとは。じゃあ俺はブス戦ってやつになるのかな。かっこよすぎ濡れた。38はイケメン。結婚しよう。こいつ優勝だろ。綺麗な花だって周りの雑草があって初めて綺麗だとわかるんだよ。その綺麗な花の引き立て役が君だよ。そんなことないよ。へその形とか。顔に用事はない。めちゃくちゃ臭い、へって臭いこと分かってても嗅ぎたくなるよね。君の顔ってそんな感じする。ブスは中身で勝負できる。美人は顔で勝負しなければいけない。俺にはかなわないさ。そんなこと言う悪い口は塞がないとだね。死ぬほどキモい。そういうところで嘘つきになれる奴がそのブスと結婚できるんだろうな。俺が可愛いと思ってる子バカにしないでくれる？ズキューン。これ好き。いいと思う。俺がブス戦だって知って言ってんの？お前レベルじゃ余裕で対象外だから。ブス戦の俺の息子が反応しないからブスじゃないよ。そんなの気にすんな。土食え土。でも前足はちゃんとついてんじゃん。ベイブレードに似てる。ゴブリンが喋った。お前がブスなおかげで他の女が安心して生きていられるんだよ。胸張って生きろ。でも明るいじゃん。800年前の俺の先祖より可愛いよ。ああ、いや、個体差ってやつだよ。グフィ、当たり前だ。よくご存知で。ブスっていうよりグフだね。はあ、自分の顔ブスすぎて辛い、わらわらわら。うわぁ、マジでブスじゃん。ブスじゃないもん。一周回って可愛い。ブスじゃないもんが可愛い。好き。結婚したい。どういう心境でこういったこと聞いてくるんだろうな。お前らだって美少女に、俺ブサイクだし、って言って、そんなことないよ、って言われたいだろ。女はみんな自分のこと可愛いと思ってるってマジなんかな。男だって自分ってかっこいい部類ちゃうかって思う時あるやろ。そういうことや。ブスとは関わらないからそんなこと言われる状況がわからない。まず女と会話したことねえよ。なんでブスのフォローしてんの？そうだねって返せばいいじゃん。その点付きってすごいよな。クレーターでボコボコでも綺麗だもん。
でもほら、くるぶしは綺麗じゃん。いやでもほら、部品取りにはちょうどいいし。え？なんで？テスの感じで返すのがいいよ。そんなわけ。ほんまや。さ、おはさんま。お前のことブスだと思うやつはたくさんいると思うよ。だけどな、お前のこと可愛いと思うやつだってきっといると思うけどな、俺みたいに。百発百中な。俺は好きだよって言ったら距離を置かれるようになって笑った。その顔でブスとか言うと世間に怒られるぞ。好みなんか人によるだろ。俺は普通だと思うけど、俺の友達はお前のこと結構可愛いって言ってたぞ。これで万事解決。でも綺麗になったよねって言えば落ちるぞ。ブスく痛いやつは使え。これで事なきを得た覚えあるわ。はい、勉強になるわ。ちなどう？女の会話は共感が大事っていうからわかるーとでも言っとけばいい。俺はその言葉を聞いた瞬間真顔になる。他人が自分を卑下するのが許せないからだ。お前らこんなにイケメンなのになぜ童貞なのか。お前らブスにすら話しかけられないやろ。このスレ参考になるなぁと思ったが、よーく考えるとここ数年知り合った女がいねえよ。今回は私ってブスだよねって言われた時にうまく返すスレをまとめて紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。